皆さんおはようございます。ついにこの日がやってきました。ライブ TV 大感謝祭総合司会を務めます小牧結衣です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、盛り上げていただきましたが、この番組はですね、朝から晩まで各ジャンルのさまざまな出演者が登場してお届けするライブ TV の超大型特番となっております。私はですね、番組の出演そしてライブ TV 大感謝祭の裏側なども公式 SNS の方から発信していきますので、皆さんそちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ではまずはじめにですね、本日のタイムテーブルの方からご紹介していきます。はい、こちらご覧ください。すごいね、非常に豪華なラインナップとなっております。まずは第1部ですね、9時から11時生配信、吉本市場ためになったね餃子スペシャルです。出演者はサバンナ八木さん、松橋修太郎さん、ジェラードンさん、もう中学生さんです。いいメンバー。そして第2部ですね、11時30分から13時は晴れのち感謝感激雨あられ昼の部です。ウェザーニュースの山岸愛理キャスターが出演します。はい、そして第3部、16時から17時30分です。ショッピング with V スペシャル、出演者は赤羽陽子さん、西園千草さんとなっています。そして18時から19時30分はルーブル石川のいきなり実演販売、はい、ルーブル石川さんによる出演となります。言い張らない、ルーブルさん入ってよ。ルーブルさん、ルーブルさん6時からやのに、ルーブルさん意味張らないっすか。もう入ってるよ。確かに、もういらっしゃってますね。遅してあげるって早すぎるって。そうなんです。もう中さんと八木さんの間ですよ。RG さんと同期なんだ。早く入れすぎやって。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、そして第5部ですね、最後20時から22時晴れのち感謝感激雨あられ夜の部です。小川千奈キャスター、小林理恵奈キャスター、そして私小牧結衣が出演いたします。はい、というわけでかなり豪華な番組となっているんですけれども、小牧さん一日中ってことですよね。はい、一日させていただきます。よろしくお願いいたします。変わりますね、僕変わります。優しい。できる、できる。もうできますよ。キャラいっぱい入れるからね。キャラになればいける。はい、じゃあなんか質問して、その MC を。MC、はい、さあ始まりました。アタックザワールドということで、回答者、もう中学生さん、はい、あれです、MC さん、西本さん、最近傘買いました。そう、何色ですか。買ってるよ、これやめてもらって。何ぐらいありますか。ありがとうございます。すごい場が温まりました。ありがとうございます。各番組でですね、特別価格の超お買い得な食品をご紹介しますので、たくさんの番組をご覧いただければと思います。さらにですね、第5部の晴れのち感謝感激雨あられ夜の部では、吉本市場やウェザーニュースキャスターのレギュラー番組晴れのちショッピングと、石巻の大人気缶詰メーカー木の屋さんとラベルでコラボしたオリジナル缶詰が販売されます。なるほど。はい、そして購入された方の中から抽選で晴れのちショッピングから生まれたキャスターのイラストたちのオリジナルグッズの特典がご用意ありますので、皆さん第5部の方もですね、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、長々とね、説明させていただいたんですけれども、もうちょっとだけ説明させてください。はい、本日限定でライブ TV 感謝祭ではお得なキャンペーンを実施しております。こちらご覧ください。まずはコメントするだけ、番組ごとにもれなく20ポンタポイントプレゼント。本日のライブを見てコメントをしていただきますと、一番組あたり20ポンタポイントをプレゼントいたします。ただし必ず au ペイマーケットアプリにログインした状態でコメントしていただく必要がありますので、ご注意ください。
複数の番組でコメントするとその分ポイントがもらえますので、これ以降の番組もライブ配信で視聴してたくさんのコメントで盛り上げていただければと思います。お一人当たり100ポイントがプレゼントの上限となります。続いては10分以上ライブ視聴した方の中から抽選で1000ポンタポイントプレゼントです。本日のライブを10分以上ライブ配信して見ていただいた方の中から抽選で300名の方になんと1000ポンタポイントをプレゼントいたします。こちらはですね、 au ペイマーケット限定ではないので幅広くお使いいただけます。一番組一口として10分以上見た番組の口数で抽選しますので、本日たくさんの番組を見ていただくと当選確率が上がります。必ず au ペイマーケットアプリにログインした状態でご視聴ください。さらに本日はサンタローの日という最大 33% ポイント還元のイベントも同時開催しておりますので、セール価格ポイント還元で非常にお得な日となっています。これは見逃せませんよね。はい、さあここからはですね、この後第1部で登場する吉本芸人さんとのミニコラボコーナーへと参りたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速そのコラボいきましょう、はい、全員で駆け抜けろ角刈り通り抜けチャレンジ。イエーイ。通り抜け、はい、あれをちょっとみんなでやろうということで、ありがとうございます。じゃあ早速用意しましょう。はい、はいはい、僕と松橋くんがね、こちら持ちますんで、はいはい、で小牧さんもね、いや最後やっていただくということで、はい、小牧さんもチャレンジ、はい、鳥はもう小牧さんがやっていただくんで、一回だけ角刈りにしてもらって、はい、でここで息これでいいですか。これつけなきゃいけない。ここ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 、はい、ここ、はい、高さ混んでるから、ちょっと。あ、ちょっと、じゃちょっと微調整。微調整、はい、プロフェッショナル。はい、一番低い選手だよな。もうちょっと。そうか、基準が。これぐらい、はい、あ、これぐらいですね。はい、OK。斜め。こうですか。こうですか。これぐらい。これぐらい。もっと。画面に向かってやってっていう。俺は何の微調整してるの。これはもう大事ですね。朝9時台に。大事な微調整。これね、本当。はい、こんぐらいですか。あ、うわ、男前だな。あ、じゃあこれぐらいで。職人やね、これ。そうですね。やっぱり一寸たりとも。オッケー。はい。ちょっと、はい、左の耳の方が下がってるんだね。そうですね。そうですね。左の方が、はい、確かに右の方がつり上がってます。お、オッケー、これ。はい、はい、じゃあキープします。はいはい。はい、じゃあ OK ですか。じゃあ小松さんが最後やっていただくということで、はいはい、行きましょう。角刈り通り抜けチャレンジスタート。よっ、よっ、うわーい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 。聞こえたけど大丈夫。いやー、バミぐらいだったら OK、 OK です、 OK です。大丈夫、はい、大丈夫ですか。はい、いや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 、鉄だったら耳そげてたけど大丈夫ですか。あ、いやいや、大丈夫ですか。鉄バージョンは耳ありますよね、そげてないですよね。大丈夫です、大丈夫ですか。じゃあセーフだ、じゃあセーフだ。どうでした小牧さん、やってみて。いや、緊張しました。結構皆さんスピード感あって、ね、はい、走り抜けてったんでついていくのが必死でした。まあ、今日幸先スタート切ったということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ小牧さん、このバトンタッチで、はい、はい、お願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、では行きましょう。エンターテインメントショッピングライブ、生配信吉本一番 MC のサマネギです。お願いします。やりました。この番組はですね、au ペイマーケットで購入できるえりすぎの商品を吉本芸人が体験し、その魅力のすべてをお伝えする番組です。本日のテーマはこちらです。ズドン、はい、吉本市場ためになったね餃子スペシャルライブ TV 大感謝さん。イエーイ、やった。はい、そしてゲストの方を紹介します。まずはもう中学生、よろしくお願いいたします。すっかり秋ですね。はい、続きまして松橋修太郎、よろしくお願いします。今日も餃子情報入れてきますんで、いやだー、いい情報を。そしてジェラードン、お願いします。あざー、
ありがとうございます。はい、もうさっきのやつもね、もう人気ですけども、はい、あの YouTube の登録者数が今何人ですか？120万人。すごいよ、はい、でそこでいろんなね、あのキャラクターのコント上げてますけども、はいはいはい、今日はちょっと大感謝祭ということで、今日ちょっとリクエストあったやつをここでやれたりするんですかね。もちろんです。もう、はい、僕らもそのもう新しいキャラクターを探してるんで、あ、ここで何か皆さんからもう今日いいもの吸収できたらすぐに YouTube で、はい、もうあげる、はい、じゃあこういうのやってほしいっていうのをちょっとね募集して、はい、そのほん、あ、これは本当にできないなってやつはもう NG 出してもいいんですか？そのこれはできないなってギリギリまでチャレンジして、あ、やってみて、はい、例えばクルック、クルックハト太郎、ホロッホ、ホロッホ鳥太郎とかってできる？ホロッホ、あ、じゃあ、クル、お、じゃあクルック、うん、じゃあホロッホ、うん、ほろっ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 、いや、この、この前ね、高架下で、高架下でいつもみたいにほろっほろっね、ほろっタムロしてたら、ほろっほろっほろっ、カラスの、ほろっ、そう、カラス、カラスさんがそう、これ、これが、うわすごい、まあ、でもやっぱ、ホロホずるくねえか、ホロホずるいですよ、ホロホ、ホロホ、カロリーでしたから、カロリー、僕は相づち、相づちホロホです、いや、はい、でもなんか生まれる瞬間が見れるかもしれないですよね、今日、この間に、今日一緒もこんなにできるんだ、今日、で、芸人さん5人いますけど、正式なツッコミ一人もいないですから、できるかっていう、そう、出会ったからね、なんか見ちゃいますよね、じゃあね、書き込みお願いします。はい、ではですね、本日紹介する商品のラインナップを紹介いたします。最初は一流堂黒豚肉入り餃子100個。おいしそう、大好き餃子。続きまして、一流堂エビ餃子100個。あら、イエイ、エビ餃子。いいね。続いて一流堂しそ餃子100個。うわ、しそ大好き、結構しそ。やっぱり最後は一流堂スタミナ餃子100個。スタミナつけたい。以上の4商品です。視聴者の皆さんは気になった商品はカートボタンを押して商品詳細でチェックしてください。はい、はい、そして本日はですね、最大で 52% オフのタイムセールを実施しております。でこのタイムセール本日限りとなってますんで、お早めにお求めください。そしてですね、なんと吉本市場、エプロンプレゼントキャンペーンをやっています。はい、紹介の商品をご購入の方から抽選で出演者のオリジナルエプロンとチェキプレゼントを実施します。プレゼント方法はカートから本日ご紹介の商品購入に進む、購入内容の確認変更からその他要望を開く、キーワード一流堂を入力、購入を完了で応募完了です。応募期間10月7日までですのでご注意ください。ということで、はい、ということで、はい、今日もスペシャルということで、はい、こういうことにチャレンジしたいと思います、はいはい、それでは本日のコーナーに参りましょう。4種類の餃子100個を5人で綺麗に美しく食べきれ、一流堂餃子エレガント選手権。食べれる、はい、このコーナーですね、一流堂さんの美味しい餃子、黒豚肉入り餃子、エビ餃子、しそ餃子、スタミナ餃子の4種類の餃子が1皿に1種類ずつ、4つ乗った状態で提供されますので、はいはい、5人で25皿合計100個をきれいに、そして美しくエレガントに食べきるチャレンジですと。まあ、大体1人平均5皿ぐらいになってますんで、はいはいはい、でこれね、まあ、注意がありまして、はい、なるべく美しく食べるってことで、なるほど、はい、エレガント選手で、30秒ぐらいよく噛んで食べてくださいと。あ、大事ですね。2個以上口に入れるのは禁止と。なるほど。で、くれぐれもティッシュは食べないでくださいねって、これどういうこと？食べた人がいてんのこれ。それはこれちょっと、そうですね、はい、でこの前、この前回のちょっとこのスペシャル回で、はい、大食い、カレーの大食い対決みたいなのがあったんですけど、まあ、それ我々出させていただいたんですけど、ちょっと場が荒れちゃいまして、その僕が日本の社長のケツが途中食べてる時に興奮しすぎて鼻水が出ちゃったんですよ。その時に僕が拭いてあげてそれを食べるっていうのを何回も振られて、そしたらそのまあスタッフさんからこの
この大きなバッテンが出てたけど続行しすぎて、あれで消えてたからいけると思って、いけると思ったんですけど、全カットで。でも正式に NG 出ましたんで、今日はお願いします。綺麗にエレガントに食べてくださいということで、じゃあちょっと早速商品のを入れていただきましょうか。はい、なんかティッシュ食べてた時から無茶したのかなと思ったら、うん、想像以上の無茶でした。エピソード聞いたらめちゃくちゃだったんですよ、本当に。大宮のライブのノリをやっぱ持ってきちゃダメなんですね。大宮とか有楽町のノリを。そうなるつもりなかったです。本当に本気で頑張ってたんですよ、大食いを。非常に危険だからあれ。さすがにあのティッシュ、もうケツの鼻水拭いたティッシュ食べた時は全員びっくりしました。うわ食ったと思ってまさかね。でも西本ちゃんは悪気ないんだよね、いつもそういうことあるんだけど、いつももう今まで一回も見たことないその悪気があってなんかやっちゃった。マジのはいらないんです、はい、マジのフォローはいらないんです。フォローありがとうございます。優しいな。結構いい香りしてきましたけどもね。そうでしてやってくれたんですよね。じゃあ、まあ、それぞれ運ばれてきたのがちょっとね、2種類ずつ、はい、やっと分けました。うわ、美味しそう。じゃあ行きましょうか。これいけるよね、はい、みんな、100個いけます。ナイス、いけますよ。すごい美味しそうな、ね、餃子もう。じゃあ行きましょう。行ったら、行きますよ。では100個食べますよ。よーい、よしスタート。いただきます。やったー。じゃあね、まあ、じゃあちょっとね、せっかくなんでこう松橋くんから食べていただいてよろしいですか。はい、お願いします。多分僕は、はい、一番ベースのやつですよね。はい、黒豚肉入り餃子ですね。はい、はい、黒豚肉入り餃子。あ、結構美味しそうよね、うん、そうですよ。ちょっと焼き目もしっかりこう、うんうん、こんがり焼けてて、ちょっと何もつけないで食べようかな。あ、まずはノーマルで、はい、やっぱだってこれ25個ここから食べるわけですもん。はい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 、そうか、ね、ノーマルでね、ベースの味知りたいし、はい、なるほど、はい、ちょっとじゃあいただきます。いい、ね、うん、うん、浸透してる、おいしい。めちゃくちゃこれ肉汁がバーッ出てきますよ。いや正直言うと餃子って冷凍のやつとか、はい、こうチルドのやつとかって、うん、なんとなく自分の想像あるじゃないですか、はいはい、でもそれでも十分美味しくないですか、はい、どんなに結構リーズナブルなやつでも、はるかにこう肉汁超えてきますね。やっぱそのタレつけんと食べてるから余計分かりやすいんかな。全然これでもういけます。お米もビールもめっちゃ進みますこれ。はい、このね黒豚肉入り餃子、美味しさの秘密がありまして、歯切れが良く程よい弾力が魅力な国産豚肉を使用しています。キャベツニラは 100% 国産、その他厳選した野菜を使用しています。年間産地をリレーしてその時期にベストな産地をチョイスしていると。なるほど、そして生地はですね、独自のブレンドの生地を使用しています。一流堂餃子のもちもちの食感と焼き目のパリッとした心地よい歯ごたえを実現するために皮こそこだわりましたということで、鮮度と食感を守るため作り置きをせず当日準備した皮と餡を必ず当日中に成形し最大限の鮮度を維持していますと。当日なんですね。結構乾いちゃうんですよ皮とかって、すぐ乾燥しちゃうんで、やっぱりその当日やった方がやっぱ美味しいんでしょ。皮にこだわってるので、はい、こちらの商品はですね、お値段は4980円のところ約52% オフの2380円、しかも送料無料です。すごい、100個で、すごいよこれ。そうやね、じゃあこれ続きましてちょっとエビ餃子は誰が。エビ餃子僕ですね。赤道ですね。じゃあちょっと食べていただいていいですか。頼むよ、ちかみか、はい、任せてね。空気合わせてくれた、温度を合わせてくれたよ。ああ、いや、もう外側から見てももううっすらピンク色ですよ。あ、エビが、エビがしっかりエビを感じれます。じゃあ僕もちょっとこのままいただきますね。いただきます。うわっ、うわ、いい音、カリッカリ。めっちゃエビっすわ。めっちゃエビ、エビを感じる。エビ、エビ、もうエビ
丸ごと入ってるんじゃないかこれ。普通なんかエビ風味とか多いけどね、香りだけとかね。これめちゃくちゃエビです。エビを感じる、エビもしっかり、もうエビ全部100エビかな。エビやもん、それ丸ごと1匹エビ、もうエビ丸ごと入ってるんじゃないかな、はい、もうプリップリです。めちゃくちゃ美味しい、はい、こちらね、エビ餃子の美味しさの秘密へのこだわりということで、一流堂さんのエビ餃子はエビのすり身ではなく、そう、大ぶりで弾力のあるむきエビを使用していますと。独自の製法でプリプリっとした歯ごたえのあるエビ餃子をお届けしていますと。で、皮はですね、特製専用薄皮を使用しています。何十回もの試作を重ねてやっと納得のいくこちらの、専用側にたどり着くことができましたと。食べた時にパリプリの食感はエビ餃子の美味しさ、うまさを引き出します。具の 60% 以上エビを使用しており、うわー、すごい、どこを食べてもエビを感じられます。エビ好きも納得いくうまさです。やっぱそうなんや、やっぱそうなんですか、 60% エビ、一口食っただけで全部当ててた、はい、当てた、全然正解、すごこちらですね、値段の方がですね、やっぱエビですからね、高いです、エビは。こちらの商品の値段は7960円のところ 50% この3980円、しかも送料無料ということで、100個でこれは結構すごいね、何食もいける。それでじゃあ次はですね、しそ餃子は、はいはい、じゃあしそ絶対頼んじゃうんだよな、はい、西本君じゃあいいですか、いきます、はい、あ、これもなんか外から見たらシソが丸わかりの、あ、そうだね、ちょっとつけて、うん、じゃあ僕はちょっとだけつけてみます。あ、ちょいつける、はい、ちょいつけ、トレンドだね、はい、いただきます。うん、お、おいしい、うん、この肉の旨味と、はい、うん、あと、うんうん、シソの、うん、なんていうんですかね、爽やかさ、あ、爽やかさね、はい、うん、が本当にちょうどいい感じで、うん、すごい、疾走、疾走感があります。疾走感、はい、飛んでるな、フリースタイル、フリースタイル、フリースタイル餃子コメント、コメント、はい、コメント、はい、職業になっちゃった。うまい、これそのシソ餃子の美味しさの秘密ありまして、新鮮なシソを使用しているという、はい、おで新鮮なシソの香りが口の中に広がるシソ餃子と、はい、やっぱ疾走してますね、口の中、あ、これはズバリ当たってたんだ、ね、シソエキスで生産したシソ餃子ではなく、チーズに合わせて新鮮なものを仕込む前にカットして使用することで風味と香りを最大限に堪能できますということで、うわ、シソを感じれるという、はい、もうまさにこれね、餃子界のシーソーゲームです。うまいな、どういうこと、どういうことですか、アイデアをちゃんと持ってんの、餃子界のシーソーゲーム、シーソーゲーム、何とも比べてないけど、餃子界コメンターだわ、はい、餃子コメンターだ、フリースタイル餃子コメンターとしてどういうことなの、すごいです、意味は全く分かんなかったけど、はい、うん、ありがとうございます。こちら商品ですね、お値段はですね5960円のところ 50% オフの2980円、うわー、嬉しい、はい、じゃあ最後はですね、スタミナ餃子、うわ、もう中、ありがとうございます、スタミナ、スタミナ100個ですからね、うん、あ、懐かしい、いただきます、ブラピー、わー、焦げ目もバッチリ、いただきます、そう、おいしい、うん、うん、最高でございます、おいしい、もうおいしい、はい、もうザ餃子、世の中の本当に餃子トーナメントのもう全部を勝ち尽くした、うん、ザ餃子です、トップ、餃子トーナメント、おいしい、はい、もうこれスタミナ餃子ですからね、はい、美味しい、秘密ありまして、はい、生姜プラスニンニクでパンチのある風味ということで、ービールやご飯がいつも以上に美味しく楽しめますと、はい、で隠し味にですね、
白味噌を餡に混ぜ込むことで、味噌のまろやかさで濃厚な旨味が加わって、うん、深みとコクが増すので、より満足感の高い餃子に仕上がるという。うわー、確かにコクたっぷりな、はい、濃厚餃子ですね、本当に。こちらお値段の方がですね、4980円のところ、52% オフの2380円。送料無料です。待ってくださいよ、これすごいね、100個で2380円だよ。で、だからってことは送料ないから1個23円ってことですね。そうですね、そのぐらいの計算になりますね。4つやったら100円やん。そうですね。あ、だからこれが100円ぐらいで、はい、一丁皿で、これあのマジで嫁に電話するやつやね、この後考えてたら。確かに嫁、これは、はい、これは一撃だな。本日ご紹介した餃子は大好評につき発送に時間をいただいておりますと。なるほど。で、商品詳細ページのすぐのところにお届け予定日が記載されているので、ぜひお楽しみお待ちください。やっぱ人気すぎるから。そうですね、これ人気ですよね、はい、まあ、日にちが分かるということで、はいはい、じゃあこっからもどんどん食べていきます。やったー、めっちゃ嬉しい。みんなで行きましょう。はい、僕も行きます、はい、いただきます。改めて、これあ、僕のやつはもう4種類混ざってんねや。あ、そうだ、いいですね、ミックスで4種。あ、エビもすぐ分かるな。エビってエビすぐ分かります。もう色で分かります。ちょっと専用の薄皮なんだ。うわ、ほんまや、これエビすごいね。はい、やっぱ 60% エビだけあって、すぐどこでも当たるエビが。なるほど。ダイレクトにエビが来るんですね。うん、美味しい。これ美味しいね。はい、美味しい。で、チャレンジやけど、これあの5皿って多分ちょうどええぐらいの量かもしれない。あ、そうですね、はい、ピッといけちゃう。で、餃子ってすごいのって、あの完全食みたいな感じで、要は皮炭水化物で、はい、中がタンパク質 で野菜も入ってる。これ1個で、まあ、言ったらこうバランス取れてるのよね。なるほど、栄養バランス取れてるの。すごい、これがおかずいらんとか。これがもうだから炭水化物だから。いや、これほんと餃子って絶対もうちょっと食べたくなりますもんね。うんうんうん、2人とか3人で行ったら、うん、絶対1皿じゃ足りないじゃないですか。うんうん、5個とか10個とかじゃ、ね、2皿とか頼んでも、もうあと2個ぐらい食べたいみたいな。あ、なんか最近ほんでなんかこの1、2年酢コショウって流行ってない？あ、はい、流行ってますね。知らん、酢コショウで。酢コショウで食べる、はい、うん、流行ってるの。最初さ、なんか相方がさ、なんか餃子は酢コショウやとか言って、え、何のこととか言って、はい、今からこれから酢とコショウで食いやとか言って、はい、結構流行ってるよ、知らん。流行ってる、流行ってる。美味しいっすよね。そう、だからあの普通のなんていうか、あの ポン酢じゃなくて、あの醤油っていうの、はい、あっちを入れんと酢とコショウだけで、餃子のタレなしで、はい、へー、くの、うん、合うのよね、はい。ポン酢がなくなっちゃうときないですか、お家で餃子食べたいけど。はいはいはい。そういうときはあの、お酢とめんつゆ混ぜたらポン酢になります。お酢と、お酢とめんつゆでポン酢の味になります。あ、そうなんや、あ、餃子の味なんの、5個ぐらい、はい、餃子のタレの味。へぇ、まあ、みんな酢と醤油混ぜて、まあ、つけますもんね。普通だね、ラー入れるとか、はい、それだとあのポン酢はもうちょっと出汁とか入ってるんで、いわゆる。確かに酢と醤油入れても、あの、はい、要は中華料理屋さんであるやつにはならへんよね。はい、ポン酢にはなんないんで。あ、そうなんや。水入れたら、そうなんだ、水ポンにもなるってことですか。そうです、そうです。へぇ、はい、じゃあ、その使わなかった麺、使わなかったっていうか、そのもしもその、はい、代用品として調合しなかった余った麺つゆは、その後麺つゆとしてまた麺つゆ、麺つゆ。そうです、そうです。そうか、はい、すげえ。それはそうです。そうか、結構スタンダードないいボケ。びっくりした。どっかぶっ飛ぶのかなと思ったらめっちゃいいボケだ。おいしい。ありがとうございます。今スタミナ来た、スタミナ来た。これあの、あ、僕のやつだから1種類ずつ違うから、はい、そういう頼み方したらいいかもね。味が混ざって、そうですね、全部ね、みんな全部ね、次からあとミックスで頼もうぜ。ミックス、ミックス、どんどん行こう、どんどん行こう、はい、よし。みんなタレはどうですか、皆さん。タレはタレ、なるほど、確かに。どんなタレですか。タレ、タレ、あの、つけ汁、その酢コショウが流行ったりとか、こう、うんうん、はい、みんなこだわりというかあります、そのタレ、餃子。あるよ。いや、俺結構オーソドックスやけど、シンプル。あ、でも、俺ちょっとマヨネーズ入れるときある。あ、美味しいですね。マヨ餃子ですか。あれ、ちょっと待って、ご飯、あれ、ご飯、いや、ちょっと待って、いや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 、持っちゃう。あの、え、頼んでないのに。頼んでないのに。白飯、いや、嬉しいけど。いや、でも、嬉しいけど。絶対合う。はい。おかわり、え、
したらこれ、あ、あ、いいんだ、もらえるんだ、ライスが、あ、ライス、ちょっと、あ、餃子をライスバウンドでいくっていうのを、ライスバウンド食べたい、ライスバウンドいく、いいっすね、いいですか、絶対ライスバウンド、はい、ちょっと、じゃあ西本君、ライスバウンド、ライスバウンド、バウンドさせる、ライスバウンド、いや、ちょ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 、そっちバウンドさせる、そっちじゃない、餃子をライス、お行儀悪いんですよ、ごめんなさい、エビ、噂の、エビ、エビ、ライスバウンド、ライスバウンド、わぁ、もう、うん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 、流れでいっちゃうね、うん、これもう気持ちいい、見てて気持ちいいね、エビになった、もうエブリバディ、うわ、エビバディ、エビバディ、ゴー、すごいスタイルでいってるね、はい、うん、ここ5年で一番うまいことだな、一回エビバディの前でエブリバディでいっちゃったの、はい、エブ、エブだった、さっきの耳ぐらい失敗しました。あ、もう中国来てるね、はい、ご飯いただきます、ライスバウンドですか、じゃあライスバウンド言うね、まあ、エビ行こう、ちょっとエビうまそうだな、うわ、うまっ、うん、カリカリだ、うん、最高ですね、普通の朝ごはんかも、ね、ちょうどこれぐらいでしょ、朝ごはん、あ、そうですね、9時ぐらい、朝から餃子食べるのちょっとワンパックで嬉しいですね、うん、全然朝から餃子いけるわ、うん、全然いけますね、うん、あとこれここの餃子一流堂さんのやつ、はい、サイズ感良くない、あ、めっちゃいい、めっちゃいい、いや、これほんま人それぞれ好みもちろんあるんだけど、はい、あのジャンボ餃子とか、はい、ちっちゃいとかけどこのサイズってすごい、俺結構このサイズ好きですね、いいですね、食べやすくてパクパクいける、うんうん、スタミナガツンときますね結構、うん、いやスタミナご飯と、うんうん、これめちゃめちゃ合います、うん、ご飯と、うんうん、おいしい、風味がすごい、うん、ここ一緒にスタミナダンス踊る、スタミナダンス、えあんのそんなんが、はい、ええ例の、うん、例の踊る、例のスタミナダンス、あ、いいですか、何それスタミナダンス、ちゃんとお箸置いてちょっと、はい、あの食べ終わらしてから、はいはいはい、ちょっとスタミナダンス行かせていただきます、カミジ君大丈夫そう、踊らせてもらえるんだ、もう中さんときちんと消化して、はい、よいしょ、消化してと、はい、はいはい、では、八木さんすいません、はい、カミジ君スタミナダンス踊ろうか、はい、この二人が歌った実は本当にいいとも青年隊僕ら狙ってたぐらい、ね、はい、はい、あのちょっと ね終わっちゃったんで、終わっちゃったんで出れなくなっちゃったけど、はい、ダンスマジで好きだ、はい、スタミナダンス、どこですか、ダンス、はい、せーの、スタミナ、僕らのスタミナ、あなたの違う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 、いやー恐ろしい時間だったうまっ、いやこれいけるわ、おかわりー、おかわりー、八木さんおかわり、おかわりください、もっちゃんもおかわりです、おかわりー、いやいいっすね、うまっ、おいしい、いやこっちと、あ、来た、大好きだ、うん、さあ、ありがとうございます、ありがとうございます、ご飯に合うやな、そしてこれ、うまっ、これスタミナ、一番ご飯だ、うん、まぜー、おいしい、おいしいだけー、あ、赤、おいしいだけー、ありがとうございました、ありがとうございます、これ、いや、めっちゃいいね、そうですね、朝餃子、これでも見てるとたまらんやろね、食いたなるよね、そうですね、これ見てたら、うんうん、いやうわ、うん、いや、ほんとご飯にめっちゃ合う、あ、すいません、うん、コンプリートお願いいたします。スタミナ餃子美味しいな。美味しい。美味しい。てかこれ今日半額やしね。いやこれ半額。50%。これ、うん、一番安いあの冷凍の餃子とかあるじゃないですか。はいはい。うん、
お店で売ってる、うん、それとよりは同じぐらいとかじゃないですか。そうやね、うんうん、計算したら、うんうんうん、あ、おかわりください。しかも送料無料、うん、送料無料嬉しいですよ ね、 ね、しかもコメントしたら20ポイントとか、うん、なるほど、1000ポイントのチャンスもあるしね、ポンタのね、いや、ちょっと美味しいな、ね、止まらへん、いや、これほんと止まんないですね、うん、美味しい、スコショウもいいですね、スコショウいいよね、おかわり、いや、これちょっと25個一瞬で食べちゃいますね、うん、うん、お、3皿目来たぞ、もう、しかもこれあれ、あれ、あ、どんどんこれいっちゃいますね、これいけるわ、うん、おかわりください、え、残り45個 ?48 個、おー、もうこれ一瞬でいけちゃいますね、ね、いける、はい、ありがとうございます。これなんか小分けになってんすよね、ん、一つ一つ小分けになってるから、あ、はいはいはい、まあ、もし 2,3 種類買ったら、うん、そう、エビ2個と、うん、普通のやつ4つとスタミナ2個とか、うん、うわー、あ、できますね、ミックス定食みたいな、その日の、はい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 、餃子ミックス、その中華、町中華とか定食屋とかで、うん、餃子3個だけラーメンとチャーハンについてくるやつとかさ、うん、嬉しくないですか、うん、めっちゃ嬉しい、はい、なるほど、いつものご飯に餃子3個だけとか、うんうんうん、じゃあそっか、夕飯とかにちょっと餃子を添えるっていうのもいいね、うん、はい、もういいですよね、うん、嬉しいですよね、もうこれエビ餃子はあれやね、あの俺ハイボールとかお酒できたい、わかります、なるほど、わかります、豪華、うん、いいですね、合いますね、このエビ餃子すごいわ、ありがとうございます、エビ餃子すごい、このエビ餃子もっぺん値段に言うとくと、はい、エビ 60% ね入ってるんですよ、はい、で値段がこれ7960円なんです普段、うんうん、はい、で 50% で今日3980円で送料無料、うーん、これ逆に言うと今買わんと買いにくいよこれ、うん、もう、そうですね、今日や、買うなら今日、うんうんうん、これは買いやねん、でも確かにその7000円分のエビは間違いなく入ってますね、うん、入ってる入ってる、これはプリップリぎっしり入ってる、ぎっしり入ってるから、うん、7000円でも買いたい、エビあんじゃないもんね、エビだもんね、完全に、はい、完全にエビだから、まあ、だから1個目の、黒豚やね、黒豚がだから4980円が 52% の2380円、これ安いな、お得だわ、うん、これどれ買うか迷うね、やっぱだからコンプリートしそ、ね、餃子も5960円で2980円、うわ、で、スタミナ餃子が4980円が2380円、これぶっちゃけさ、もう忖度なしに自分がほんまに買うとしたら何買う、うわ、忖度なしで、もうだから買うとしたらこれ100個で買うから、はい、1個選ばんとあかんのよ、はい、なるほど、うわ、うわー、むずい、どれ買うか、どれだろう、僕すぐ、え、決まった、僕、シソのが一番いけるやつ、あ、シソ大好きですよね、うんうん、まさしく僕やっぱ黒豚絶対頼みますね、うん、アレンジしたりとかしやすい、黒豚、うん、やっぱ肉汁がやっぱすごかった、西本君は僕は、シソやっぱりシソか、はい、絶対シソも頼む、誕生日プレゼントでもう欲しいぐらい、タンプレ、タンプレで、はい、いつ誕生日、7月14日です、あ、はい、だいぶ先だ、だいぶ先だけど、だいぶ先ですけど、来年の、ね、ミオドメンが歌ってなかったっけ、7月14日って、あ、僕が、はい、あ、もっちゃんが歌ってたっけ、僕が、もっちゃんがね、もっちゃんってレミオドメンだっけ、あ、ちょっと、あ、そうですよ、はい、そうだね、いや、全然噛み合ってない完全に1個目のボケスルーされて3月9日なのよ通じてなかったし、3月9日こなゆきそれこなゆきこなゆきちょっと早めに3月9日違いますよ、3月9日ですよっていう、あ、そっかそっか、そっか、そっか、神市どう、いや、僕はちょっと黒豚とエビこのセット買いしたいですね、うんうん、これだからみんなそれぞれ買ってちょっと分け合うのいいかもしれない、あ、いいですね、そうです、ちょっと交換みたいな感じで、いいですね、じゃあちょっと今日ね、こうテーマが、まあ、食べきるのもそうなんですけど、どれエレガントに美味しくなる、ちょっと食べ方みんな綺麗に食べて美味しそうに、あ、そうですね、じゃあちょっと上市からいきますか、はい、美味しく、僕からもカメラに結構アピールしてたんですよ、うんうん、実は僕はもう食べ方は本当に育ちがいいんで、すごい綺麗なんです、そっか、宮、ザキ宮だもんね、出身地、うん、
いい顔するね。上品エレガント。エレガントだな。綺麗だね。腹立つね。ポイント高い。ポイント高いじゃないですか。ポイント。すごい。さすがザキミヤ。ザキミヤ。あんまザキミヤ関係ないけど。西本君いますか。はい。もっちゃん。はい。おじゃあ。あららちゃんご挨拶からなんで女子なのよ。そう入る そっからあのなんでスカートなの。品があるね。いいね。うわっ、工場今日の、シェフ今日の、夕食はなんだ、餃子か。ありがたいね。ナレーションみたいな。西本は餃子が好きなのである。うわ、慣れたの、はい、これ左手投げか。綺麗。ボンジュー。あ、超美味しい。結構まあ溜めるタイプの結構しっかり後ろの BGM 聞こえてたからね。まだ音鳴ってんやん。まあ溜めるタイプのね。聞こえるんですよね。なんかナレーション入ってましたけど。ナレーションはあの途中から入れさせてもらいました。もう中さんの提案いただいたので、取り入れ方式で入れさせていただきました。はい。途中から入れて。上品です。まさしくいきますか。いいですか。お料理はね、僕もいろいろ作ったりするんで、じゃあ、まず、いただきます。いいね。左手がいい。顔もいいのよ。おいしゅうございますね。でも、これ確かに焦げ目がすごくついてて美味しいんですけども、お家で簡単に焦げ目つけるなら、ちょっとだけあの粉チーズを振ってから焼くとパリパリの焦げ目がついたりするんですけど、美味しいですね、これも。うわぁ、情報もあいんだ。岸浅香先生みたいな、はい、先生から料理の鉄人の、はい、そうです、やっぱりもうそのレジェンドからこういただいてという、はい、ためになったね。出た、そうだ、この番組の今日タイトルでしたわ。じゃあね、タイトル入ったんです。粉チーズちょっと振るとよ。実際粉チーズ入れたら粉チーズちょっと振ってもらえるとパリッパリになるんですよ。100個あったらそういう楽しみ方もできますからね。羽っぽく。でももう中は、はい、僕は加納姉妹さんのゴージャス食べ方で。おぉ、何それ。加納姉妹さんのゴージャス食べ方、いただきます。よいしょ。いただきます。おいしいわ、姉さん。ピン姉さん、なんか画面越しなんですよ。ミカさんの方やったんですね。これレベル高い戦いになってきたね、これ。いや、そうですね。俺もちょっといただきます。そうですよね、はい、いただきます。肉汁が出てきて、そしてジューシーですね。メガネからコンタクトに変えたよ。ジューシー。14歳のあるある言うてます。お見事。ちょうどそれぐらいの年齢でやっぱ結構ね、あのグルメロケ行ったらこれよく使うんですよ、はい、14歳のあるある、はい、で、はい、食べてジューシーなやつね、はい、ちょっと皆さん、はい、ジューシーチャレンジしてもらいましょうか。だから14歳のあるあるのルールは食べます、はい、食べてジューシーですねって言ってあるある言って最後ジューシーで決め。なるほど。わかりました。めっちゃやりたい。食べてジューシーですね。はい。14歳のあるある言ってジューシーで決め。ちょっと今日僕のこうジューシーにチャレンジしてもらいましょう。いいんですか。あ、餃子足りない方は。あ、結構みんな。はい。じゃあ、はい。じゃあ僕もください。
14歳って結構いろいろあるのよ、あるある。確かにいろいろありますね。僕なんかさっき、メガネからコンタクトに変えたみたいな。いける人ちょっとね。14歳のあるある。14歳のありますね。中2やね、中2。僕言っていいですか。まさしく、いいですか、じゃあ食べていただいて。じゃあいただきます。でもこの餃子がジューシーじゃなかったらちょっと嘘つけない。そう、それはできない。ジューシーだった場合だけでいいですか。はい。すいません。これやっぱりジューシーですわ。おー、ジューシーだった。来た来た来た。ジューシー、14歳のある、もうコロコロコミック読むの恥ずかしい。ジューシー。わかる。わー、読みたいのよ。なるほどね。ジャンプとかなってまうね。マガジン読まない、ヤングとか読まなきゃいけないぐらい。でもまだヘロヘロくんとか見たいですよ。見たい見たい。はい、松井くんとかさ。くといやつな、くといやつ恥ずかしなんね。そうなの。いいね、使い、どうですか。上手です、素晴らしいですね。いいですか、ありがとうございます。素晴らしいです。うまっ。いやー、じゃあ、上地いけそうですか。はいはい。いやー、でもジューシーかな、本当に。そう、まずね、ジューシーなかったらダメやからね。そうですね。嘘ついてもしょうがないから。うん、お、うん、これはジューシーですわ。あ、ジューシー、よかった。ジューシーなんだ。うん、いやー、気がついたら全校集会の時ずっと前でこうやってたやつが結構な後ろの方でこうやってる。ジューシー。あるあるだわ。急成長だね。あるあるです。急成長だね。急成長。急成長。急成長して。オスグッド、オスグッド。オスグッドになってね。急成長して。オスグッドだわ。確か伸びるからね。囲碁将棋の根立てもそうですからね。あ、そうなんですね。位置情報。15センチ伸びましたから。あ、伸びるもんね。盛りなんちゅう。あ、どうですか、西本くん。14歳。でもまあ。ジューシーだった場合、プリプリプリとかの可能性もあるから、別に食べてみてジューシーだったら、はい、いや、そうですよね、本当に、本当にそうですよ。ジューシーだったら食べてみたらジューシーで、よし、どうだどうだ、どうだ、うん、お、あ、ほら、うん、ジューシーだ、ジューシーだった、ジューシーだった。声量ちょうど交換日記とかやるよね。ジューシー。おー、ちょうど交換日記。もうなんか通じもすごいことなんですね。あと、食べるときによしとか言わんといて。よしとかスイッチ入った瞬間が。あ、もうそう、もう中はあれ、はい、いけそうでございます。いただきます。うわー、ジューシーそうだぞー。ジューシーそうだぞー。いただきます。もう、うーん、ジューシー。あ、ジューシーやった。ジューシーやった。ジューシー。ね。まるであれだね、あの自転車のライト。ね。あの自転車のライトにこだわるね、自転車のライトよりいいやつっていうか、あの眩しい自転車のライト、ね、丸いやつ、なんか言うやつ。あ、ちょっとその先が思いつかない。これあれですか、下の丸いやつじゃなくて上につけるタイプの強めのやつの変わり目ってことですか。違う。あ、違う。違った。違った。まだでも数があるんで、僕ちょっといいですか。まだちょっと時間も今日あるんですよ。ちょっといいですか、いただいて。これエビ餃子いただきます。はい、エビ餃子いきます。うん、美味しい。うまいっすよね。このエビ餃子、
称賛したくなってきましたね。図工の時間が楽しかったよ。称賛。うわあ、称賛か。楽しくなってから称賛。図工が一番好きな授業。じゃあちょっと今は中学校2年生でしたけども、うん、今回ちょっと下げまして小学校3年生の頃の思い出言ってもらって称賛。はい、決めていただく。あとほんで美味しくなかったらなくて結構でしょ。そうですね。称賛したくないと餃子を。称賛したかったじゃない。はい。そう。これやっぱ食べてて、うん、早くこうね言いたいんだけど、はい、皮がすごいもちもちで美味しいじゃないですか。そうだからそう簡単には飲み込めない。ちゃんとあの旨味があるからもちもちするからね。そうですね。笑いのために早くあの大きく飲み込んでいこうとするんですけど、うん、うますぎてちょっといっぱい噛んじゃうっていう、ね、もちもちね、美味しいんですよね。じゃあおかわりください。おかわり。おかわりください。そしてお、あれ、じゃあちょっと食べてみていいですか。あ、ちょっとね、うん、はい、確かにバクバク食べてて美味しいけど、はい、ちょっと称賛すべきかどうかはちょっと、そうやね、次回は改めてチェックしていいですか。松橋さんはマジですもんね。そう、俺はもうマジで、もう、はい、マジモンの人なんで、うん、ね、はい、やっぱこうね、あんまり美味しくなかったらね、なんかコメントで、あのなんかそのままの味知りたいですみたいな人いたんで、あのさっき食べたんですけど、もう一回じゃあタレなしで、はい、これスタミナいきたいと思います。いってらっしゃい、はい、うん、うん、いやこれやっぱ改めてこれあんがねジューシーでね、うんうん、あの旨味がすごくて、うんうん、香りもすごいあるんで、うん、これやっぱ称賛したくなってきました。すごい、称賛、称賛したいですね。いや、家庭科で作るナップサックのやつはドラゴンが好き。うわナップいいね。懐かしい。好きなやつ選べるんですよね。選べるね。ドラゴンとか、ね、迷彩とかね。よくわかる。ノーブランドのドラゴンのやつ。いや、めっちゃ懐かしい。ナップ。おナップ。お。行ってみますね、僕も。おかしいわ。はい。行ってらっしゃい。行ってきます。合わせる。いただきます。あ。うん。やっぱ何の食べてもこの。エビはプリプリですね。うん、いやー、おいしい。うん、いや、これはもう称賛したいですね。おー、出た、称賛出た。いやー、鉛筆 2B から HB にちょっと憧れ始める。称賛。いや、ちょうどそんぐらいだわ。決まってたりするよね、なんか赤かったりとかして。はいはい、基本 HB から始まってね。まだダメですみたいなね。いや、わかるわそれ。よし、よし、行かせていただきましょう。おっちゃん、頑張れ。いきますよ。おっちゃん。じゃあ、エビ餃子。うん、これは、エビプリプリした。この美味しさは称賛に当たりつくぞ。乗った。ドッジボールのクラブチームってあるんだって気づくときだよね。称賛。気づくの。ドッジボールの。気づく。え、なんかそういうのがある。なんかサッカーとか野球のクラブチームとか水泳とか言ってるけど。なんか帰り道見たら、うん、あ、ドッジボールのクラブチームもあるんだって思いませんか。あるね、全国大会とかあるんだみたいなね。はい、そうです、うん、はい。あ、でも良かったじゃないですか。確かに。いいよし、お嬢さんね。ちゃん、わかるわ。ちゃんとバトン繋いでくださりましたね。ちょっと行かせていただきます。おー、もう中が。行かせていただきます。じゃあ、スタミナいただきます。よいしょ。うまっ、おいしいやん、称賛でございます。おー、うん、なんかこう本編も好きだけど、なんか冒頭とかがなんか好きになってくるよね。称賛。何のですか。何の。小学校3年生の何の。なんかこういろんなね、もののこの、うん、
本編もいい、本編も好きなのはもう子供の頃からなんですけど、あの冒頭爽やか3組とかですか、爽やか3組とかのオープニングテーマとか、翔さんその冒頭とか本編はまだその概念ないでしょ、翔さんは冒頭好きなんだよね。40代じゃ冒頭気味なんだよ。そうですね、冒頭がやっぱりええなとかなんですよ。だいぶおじさんになってからだと思うから言うてる間にあといくつ、うわぁ5皿、1人1皿、1人1皿、そっか今4皿目だみんな。あっほんとおいしい。あとジェラードのコントのやつは来てた、さっきまだ来てない、うん、もし来てたらちょっとね募集してたやつをいただきます、うん、誤差だあっという間やね、もう、うん、うん、あ、いける、いけてまう、あの油切ってるやつって結構ね、無理やったりするの、はい、ギトギト系ではないのよ、うん、はい、確かになんか旨味しっかりあるのに全然しつこくないですね、あと、これ思ったけど今ちょっと硝酸やりすぎたやんか、はい、ちょっと今冷えてんねん、はい、冷えてても美味しいです、そうですね、はい、もちろんあったかいの美味しいけど冷えててもこれ、はい、皮はね冷えててもあんま硬くならないね、はい、カチカチになるやつはねんけどこれの方が全然いける ね、ちゃんともちもち感が継続してますね、美味、うんうん、しい、これほんと、うん、おエビ確かにこうなんかさっき焼き方が失敗しちゃうみたいな人がいたんですよ、うん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 、え、松橋君、なんかいい焼き方ってあの餃子の焼き方ってあったりするの、はい、僕もねよく失敗しちゃってたんですけど、うんうん、なんか焼き目つけなきゃと思って、はい、中火とかでこう焼き始めちゃうんですけど、うん、最初ずっと弱火で、うん、もう焼き目はもう最後の最後に最後の1分とかで焼き目つければいいんで、あ、ということは基本弱火なんや、はい、で餃子は最初こう油ちょっと引くじゃないですか、うん、で火つけないでまず並べてから火つけてください、はー、火つけて並べてから最初こう普通フライパンに何か食べ物乗っける時ってジューって言いたいじゃないですか、はいはいはい、はい、だからなんかこう乗っけるんですけど餃子も1個目と最後だったらもう2分ぐらい差あるんで、あーそうか、そうか、だからもう最初に並べて油ちょっと引いて薄く並べて、うん、でちょっとこう弱火でつけて、うん、でゆっくり火をでフライパンが温まったらそこでちょっとお湯ちょっと入れて蓋してみたいな、あ、そのタイミングを入れて、はい、でお水じゃなくて必ずお湯を、あ、お湯なんや、はい、でお湯沸かすの面倒くさかったらマグカップとかに入れてレンジで2分ぐらいチンしてジャッて入れる、うん、なんか僕羽根付きやったりするんだけど羽根付きもできるよね、はい、羽根付きはさっき言ったように このこっちのお湯マグカップの中のお湯に小麦粉とか、うん、小麦粉でいいね、片栗粉と好きな粉でいいんですけど、うん、でそこであのさっきの粉チーズを溶かして入れてもらうと本当にこうパリッパリのチーズ羽根付き餃子の、分離1個1個こう独立してるやつでもあの、はい、入れるときに片栗粉を溶いて入れればもう羽根付きになって、そうです、ね、お店みたいな感じになるっていう、はい、片栗粉とか結構薄いあのパリパリになるんで、うん、粉チーズだと結構しっかりパリパリ、あ、粉チーズだ、はい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 、いやこれはお勉強になった、お勉強になったね、さあに電話しようかな、ちょっと実家のお母さんに電話していい、ですか、はい、あ、もしもし、お母さん、あら、ちょっと、あ、どうした、あの、お母さん、どうした、あの、ちょっと餃子の大事な大事なすごい、うん、あの、ウルトラ情報、ちょっといい、餃子の大事な大事なウルトラ情報あんた手に入れたん、手に入れたのよ、いつの間にそんな大人になってあんた、ありがとうお母さん長野にはまだその情報届いてないよね、届いてないよ長野にはまだ、そうだよね、いや相当ウルトラ情報だから期待しててね、一体なんだろう、楽しみね、楽しみにしててね、じゃあね、切るんかーいいい親子だね、さっきのダンスの場合良かったね、あ、本当ですか、スタミナダンスも良かったです、スタミナダンスもね、ちょっと白ご飯進みますね、これでも他の電話でおー、じゃあちょっと、お、10時なってきたね、もう10時か、お始まって1時間、そうですね、いただこう、感謝祭は進んでますね、うん、おいしい、うん、おいしいだけー、あ、出たー、うん、嬉しい、うん、
なんか断面欲しいっていうコメントありますよ。はい、断面豚骨ラーメンさん。確かに断面欲しいって方結構いらっしゃいましたね。なんか一皿ぐらい八木さんのやつだけでも、まあ、僕誰のでもいいですけど。断面ね、断面確かに、ね、断面見せますか、切ったやつ、うん、一皿ぐらい。なんか断面見せるの流行らへんかった前、なんかあったよね、断面みたいな、うんうん、これで最後、最後のお皿、最後です、最後、これが最後、最後、あと2皿、あと2つ、僕と八木さん、あ、じゃあもう持ってきてください、全部、ありがとうございます、はい、じゃあこれ食べておかわりください。ブラジルの人聞こえますか？厨房の人聞こえますか？厨房の人聞こえますか？おかわりください。ブラジルの人を持ってきてくれますね、うん、これで。ブラジルからの餃子を。ブラジルの厨房の、ブラジルの厨房、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、はい、いただきます、すいません、あっという間やね、これ、そうですね、うん、あっという間、ちょっとおしぼりもらっていいですか、ごめん、はい、すごい、しまった、甘すじかけと入ってますね、うん、じゃあ、はい、そうです、そうで、おしぼりね、もらわないと俺、これ一着しかないからさ、うわ、そうですよね、そう、そうなんです、あの、この後営業行くねんけど、はい、あの餃子のタレつけていったら買うかな、はい、思わずワンパクしちゃいますもんね、そう、おいしいから、そうやね、これブラジルのやつ、ここね、刺繍で、はい、あの嫁に塗ってもらった、愛情たっぷりの、意外と売ってなくて、いや、そうですよね、そうやね、これそうですね、オリジナルだったんですよ、もう最悪染み付いた染み抜きシートは持ってるんで言ってください、あ、さすがやね、だって餃子って餃子食べるって分かってんのに、はい、この白で組んのだいぶ冒険やね、はい、そうですね、うん、この二人はもう結構チャレンジャーです、はい、チャレンジャー、白っていいチャレンジャー枠、はい、だからチャレンジャー、はい、そうな、はい、チャレンジャー枠2人呼ばれた、チャレンジャー枠、先にここが決まったんだね、チャレンジャー枠先に決まってて、ね、なんか会議でも本当にチャレンジャー枠誰にするってことから始まって、うん、はい、白シャツ着てくるだけでしょ、二強だったみたいな、そうだったんだ、ね、僕と上地君はね、枠あれだもんね、はい、枠は、毎晩月見る枠、その毎晩どうしても月見ないと寝れない枠、そうなんですよ ねそうか、毎晩、はい、毎晩月を見て、そうね、ベランダで、はい、月を見て、月を見て、あの、見たっていうラインしてね、見たよって言って、ね、おやすみってい う他の候補の人、他に誰がいたんですか、うん、結構いるよね、いるんです、結構いますね、結構いる、うんうん、ギターザ侍、畑よくさんとか、ギターよくさんね、福岡の月をね、福岡の月を見てるかなっていう、福岡の月をもしかしたらどっちが畑よくさんになってた可能性もあるってことですか、でもある、いいこと言ったね、うん、もしかしたらどちらかがギター侍かもしれない、じゃあギョテン残念、あ、間取られた、おいしい、おいしいってことられた、どういうプレーなの今のこっちが言った意味がフォローだし、全然違う取り方してるし、最後こっち来て自分でゴール決める、これどういうこと、自分でゴール決めたいから振ったわけじゃない、どういうプレーこれ、いや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 、ボールがどこにあるか分かんなかった、いや、ギター侍出ると思わなかったそこの、そうだよね、あ、断面届きましたよ、断面、これすごいね、断面やったらめちゃくちゃ分かる、これちょっとね、あね、だからこの、シソの入り方分かります、うわすごい、シソ、ね、エビの詰まり方分かりますお箸で持ち上げていただけるかも、ね、あんま手でサワサワってのこれこれシソ、がめちゃくちゃ入ってるね、めっちゃ入ってる、こちら AB ですね、AB やっぱ色がね、すごい綺麗ですよね、パンパンよこれ、ね、で、こちらがスタミナかな、あ、これ黒豚かな、黒豚かな、うん、で、こっちやっぱこれシソとか分かりやすいね、やっぱこれが分かりやすい、これが詰まってますよっていうシソね、断面いいですね、いいですね、丸ごと入ってるから、エビが、じゃあ、あと何個や、これこれで終わりですか、行きましょう、食べましょうか、もう100皿、ラストのお皿、じゃあ食べよう、いただきます、じゃあ、うん、うん、美味しいな、なんと、うわ、ん、いけてまうね、うん、はい、うん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 、おいしい、まだ全然飽きないですね、飽きない、うん、これ買うときやっぱ
あの 50% になってるから2パックぐらいっていいかもしれないね。そうですね、あ冷凍で全然持ちますね、うんうんうん、あとエビはいった方がいいわこれほんま、うん、エビは確かにパンパンですね、うん、エビが美味しい、うん、終わっちゃうよ、うん、やばい、うん、あ終わりが恋しいね、うん、あっという間だなこれ、うん、美味しい、うん、うわっ、うん、いけてます、うん、うん、餃子って家族2人とかで食べるって何個食べます？20個ぐらい食べれちゃいますよね。いくやろね、家庭だとね。2パック、同じ味でも2パックぐらい買って冷凍しとくのありですね、うんうんうん、もうみんなどれぐらい残り？もうあと2個です僕。これあと断面だけや。うわ、うわ断面だけ。断面シリーズ。断面は個数に入ってない。これ個数よ。ボーナス餃子入ってないの。ボーナス餃子もう食うとこ、あれ美味しい断面。うん、わラスト、うわラストラストラスト、じゃあスパート行こうぜ。はい、うん、お疲れ様です。うん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 、あ、こうする、あっていうことは、はい、これ完食、うん、おいしい、うん、あった、うん、おいったほんとおいしい、うん、なんか全然いけたね。そうですよね。いや、正直まだもうちょっと食べたいっすね。あ、これ5人行ったらだから普通に餃子100個食べれるってことですね。お店行っても、食えるね。はい。全然食べれちゃう。全然いけるねこれ。いや美味しい。だからこれすごいの。言っても満足感すごいやんか。はい、これがだから2,980円で買えるってことだからね。そうですね。100個やから。シソとか。シソとかやったら。そんぐらいですもんね。ちゃう、一番安いやつやったら、このノーマルの黒豚やったら、はい、今食べた量全部黒豚でいったとしたら4980円のやつが半額が2380円。安い。だって5人で割ったとしたら何本なってる？2380円は500円以下で超えてるんですよ。そうですね、400とか3分ぐらいですよ。じゃあ家で餃子パーティー後輩連れてやろうやって言って開催して100個餃子食べて、ほんで最後は1人500円ずつなって言うじゃん。嫌な先輩、会費もな。でもこれでもマジで餃子パーティーするって言ってホットプレートでこれ買ってやったらめっちゃ楽しい。そうですね、確かにみんな笑顔になれる。200個買ってもだって4000ちょいで済むんですよ。これすごいな、餃子パーティー。そんなんじゃ済まないですからね、後輩におごろうと思ったら。わあ、ちょっと実家に電話。あ、実家に電話。ちゃんと報告教えてくれなかったからか。ピポパポピプルルプルル、もしもし？あ、お母さん。あんたまた電話してきて、この前急に聞いたからびっくりしたよ。ごめん、あの確かにタイミングというかね、スタミナタイミングね。スタミナタイミング、あー、ブラピね、ブラピね。ブラピ、ごめん。ね、好きだったもんね。スタミナブラタイミング。いいの、いいのよ。あ、そうね、いいの、いいの。どうしたの、どうしたの？あの、あのね、餃子、とってもとっても美味しくて。餃子？餃子、それでいて、こう、ちょすごくね、お得に今だったら購入できて。だからこのね、今日923、923、ね、9月23日。何の祝日？あ、今日ね、今日923ね、今日ぜひ、今日感謝祭中やってるから、感謝祭中やってる、あ、感謝祭やってる、やってる中だから、だからぜひ、電波悪い？なんで電波悪いの？あの何のだけか？その、あ、今日、そのまた、あ、また、ぷぷぷぷ、あんた！あんた！あの子何かあったのかしら。お見事。ありがとう。神地大好きですからね。そう。で、ジェラードンのやつ募集してて、そうですよね。ジェラードン。来てたかな。ジェラードン。あんまなかった。確かにもうジェラードンの。なんか自分で生きやすいやつ、せっかく大感謝祭生きやすいやつってないですけど生きやすいやつ難しいよね、確かに。でもマジで、500本ぐらいあるあれ。だどんぐらいやった？動画自体は800か。800か、はい、確かにな。そのね、再生数の上位の中でちょっと ここ難しいか。
うん、ああ一くだりみたいな最初です、はいはい、多いやつ、はい、かもしくは逆にあんまりこれ見せてないけどとか、うわ、なんだろう、さ、本当キャラ強いやつで言ったら、あー、7、うん、でも本当さ、電車とか乗っててさ、いや俺もさ、うん、始めた頃からまあ近い、うん、芸歴近いんで好きで見せました、うんうん、はい、で電車とかでもジェラードの動画見てるやつだらけの時ありますから、ね、子供も真似してますし、うん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 、あー嬉しい、マザコンとかじゃない、はいはい、まあ、マザコン、あ、ちょっとよろしいですかね、はい、せっかく、はい、みんな、はい、いいの、はい、じゃあヘビーマザコン、はいはいはい、はい、じゃあ会社、会社、会社、はい、舞台は、じゃあ舞台は会社、会社、はい、おい、おい、おい、まあ、まあ、ちゃんと営業のあれ、しっかりしてるよ、プレゼントかも、お前、ちゃんとやってないんだからよ、信用ねえんだぞ、お前ら、ちゃんとアピールしろよ、すいません、あの、ちょっと、西本っていう、この母親なんですけど、お弁当忘れちゃって、ちょっと、あ、ちょっと、あびいた、お弁当忘れてたよ、おめん、ね、な、ちょっ、お前な、お弁当忘れてたねえ、お弁当、おなんで忘れてくの、これおあんまピョンピョンしないね、なんでお前なってますお前、お前これこれです賞賛、それ賞賛、賞賛だよ、あ、賞賛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 、いや、確かにもうこれ800個やろ、だから言うたら、まあ、動画動画で言うとね、本当ね、うん、はい、もうあれコンビニで、うん、クレームあの本社の人のふりしてクレームするっていう、はいはい、店員が態度悪くて本社の社員の監査の人のふりして、はい、あのダメ出しするってやつ、うん、マジで、はい、一晩で100万再生ぐらい言ってました、うん、あれやばくなかった、あれ開けた瞬間にマジで100万ぐらい行きましたね、たぶんたぶんマジ多分8時間ぐらいで100万再生ぐらい、すごいな、すごはい、あと定期的にキムタクシリーズがあの入ってる、キムカクっていう、キムカクね、キムタク、キムタクのふりした、はい、あと痛い先輩もあったよね、痛い先輩、あの喋りかけてる、楽屋で喋りかけてる先輩、ああ、はいはい、ああ、ありますあります、痛い先輩、じゃあ、はい、友達が少ない痛い先輩、うん、あ、じゃあこれ同期、皆さん同期の芸人、同期の芸人で、はい、はい、ここの前のアゲアゲちょっと票数がなかなか伸びなくて、僕数だな、なんか多分狼少年が全部取ったもんな、票な、いや確かに狼少年さんも僕強く取るからな、なんかねストレームですね、あれお前あれあ、まああれだ、おはようございます、おはようございます、あれお前覚えてる、前昔さ中野でライブ一緒やったわお前あれそうですよね、中野 TWL ですよね、そうそう、あ、おはようございます、お前さ、はいはい、あれ飯行ったの、あれあの終わりで、もう覚えてない、行きましたっけ、もう覚えてないいやお前絶対飯行ったわ、あ、いたかもしれないです、はい、でお前さ、はいはいはい、駅前でさ、はい、まあ、こけたよ、足つまんでこけた、え、こけましたっけ、僕あれめっちゃおもろかったな、あれめっちゃ、お前覚えてない、いや、ちょっと飯行ったよ、わかんない、酔っ払ったのかな、わかんないです、え、絶対飯行ったよ、まあ、今日一緒ですか、あ、一緒、あ、じゃあ、うん、そう、お願いします、そうだ、うん、いや、作家票が難しかった、確かにね、厳しいからね、山田さんが、山田さんがね、僕ら入るんだろうな、ね、本当に、ね、あそこのバランス、お前、お前今度俺、あ、ちょ、ごめん、俺さ、ライブ、俺のライブやるんだけどさ、お前は絶対出ろお前は絶対出ろな、え、お前はなんかやりました、僕お前は俺がいなかったら、お前何もできない、お前どうしようもねえから、お前俺のライブ出とけ、お前そんなことないですよ、本当にお前は俺のライブ絶対出とけな、うん、昔、あの、一緒にライブ出た先輩で、あ、ありました、お前な、飯行ったろ、お前飯行ったろって、いや覚えてないですよ、お前覚えてねえだろなあ、お前ほんとどうしようもねえな、お前これです、はい、これです、すごい、うわー、これ思い出せるんですか、すごいな、ね、だってコナーあるあるってさ、よくあった
一般の方あんまりないやん。俺見ててめっちゃおもろかったけど、こんなんあるって一般の人どうですか。そうですね。間違える8人ぐらい頭に浮かんでる。いる8人ぐらい。中野ってるから。中野がもう完璧なワード。中野 TWL 絶対出てるんですよ。昔誰しも。めっちゃいるな。はい。いや一人だけやっぱりその自分だけが芸歴上の時。うん一人だけ後輩で仲いいやつが絶対いるんですよ。自分でもあるんですよ、うん、そういう時、はいはい、だからそいつはみんなで喋ってても話しかけちゃうっていうその、はいはいはい、腰を折ってねそう腰折って、ね、で変なところで話を終わらせてどっか行っちゃうんですよ。で勝也のことをずっと言い続けるんだよな。勝也おごっただろ勝也おごっただろもう今なる定期的にあん時の勝也あん時の勝也大丈夫です勝也あー、あれ怒ったよなって言われますもんね。もう中も今日ちょっとゲーム、はい、用意してるでしょ。そうなんです。いや嬉しい。よろしいでしょうか、はい、やらさせていただいてもすいません。嬉しい。わー楽しみ。ありがとうございます。おやらさせていただきます。こちらでございます。餃子ゲーム。イエーイでございますです。多いな、はい、餃子ゲームでございます。これ、餃子のこのブルビンっていう、トレーというかあの餃子をお持ち帰りで買った時にあのブルビンっていう はい、あれを閉じる時に使う輪ゴムなんですけどもはい、この輪ゴムで餃子のやっぱ二大具材、はい、この輪ゴムでニラを刺したらみんなで一緒にニラで、こちらのネギの方をこういう風に当てたらネギと言いましょう。ただどん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 一瞬で視聴者の方も皆さん一緒でやっていただきたいんですけども、一瞬これ簡単そうだな、いやそれぐらいだったらあの私僕にもできるよ、楽なんじゃない、 そんなのを、ね、今10時台にそんな楽なのじゃなくもうちょっと難しくしてほしいとかね、そういうご要望今すごくいただいてますけど全然大丈夫なの、全然難しい。途中からテンポもアップしていくので相当難しいと思います。あれと一緒、ダンレボとあいやいやすみねつだむの徐々に難しくなってきますので、はい、はいでは、行かせていただきますよ。餃子ゲームすいません、ずっと立ち位置さんまんなくてカメラさん困らしちゃったから。すいません。それでは行きますよ、餃子ゲームスタート。ニラネギネギネギニラニラ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 ネギニラニラニラネギネギニラニラネギネギニラニラネギネギイエイイエイじゃないですよ。そんな難しくなってたへん。もっとパンツなかった。もうちょっと俺初めてなんですけど、声じゃなくて腕が辛いっすよ。腕が辛い。あのフィジカルが。あとカムジーが1回だけ間違えてました。1回間違えました。はい、フェインで引っかかりました。あ、決め顔なんなんよ、決め顔ちょっと徐々に徐々にやっぱゾーンに入ってくるというか、朝顔があの、はい、あ、ね、めっちゃ怖いんですよ。真顔で怖いのよ、本当にすいません、楽しかったです。餃子ゲームでした。いやー、これでも本当これグッズ出しましょうよ。あ、確かにグッズ、イングッズ、これでも欲しくないですか、本当にお家に欲しい。
確かに携帯用人生ゲームぐらいのサイズで、なるほど、キットでこれ絶対ご家庭用のね、これね、でさっき打ち合わせしたんですよ。で打ち合わせして、はい、はい、もう中がゲーム考えてきてますって言って、はい、で大体10時15分ぐらいから入ってもらって、はい、25分間って書いてあるんだけど、はい、お前尺全然ちゃうじゃないか。お前まだ 3分しか経ってない。そもそものこのもう中のゲームコーナーこれ25分で読みすぎやね。これね渡辺くん、なぜ25分にしたの？あれ25分やったら誰か倒れるで、あれ多分もう25分の餃子全部カロリー消費しますよ。あれ25分で。もう中さんのだってこのゲームのライブとかもう何15年ぐらいずっとやってますからね。うん、そうですね。こういうゲームをもう2時間とか。はい、いろんなゲームの話題ですな。ゲーム、水根吉本とかパンパンですから。はい、ありがとう、松橋くん。そうなんです。そうなんですよ。いろんなゲーム家に。あ、まだあるの？まだあります。おお、はい。あ、そっか、これこの後やるのか。そうだ。お役見ゲーム、はい、お役見ゲーム、はい、このお役見あるじゃないですか、このお蕎麦のこれサンプルなんですけども、はい、職員サンプルなんで触っても大丈夫なんですけども、お役見をまあ一人用のちょっとゲームになっちゃうんですけども、うん、これも職員サンプルなんですが、うん、あ、すいません、いいか、失礼しました。すいません、ありがとうございます。職員サンプルの、ありがとうございます、職員サンプル、うん、のお蕎麦なんですが、この、お蕎麦がぐるぐる回りますので、はい、いいタイミングでこの薬味をこのお蕎麦の上に乗せられたらいいよっていう、はい、そういうゲームでございます。なるほど、はい、上品な方の食べ方ですね、うん、わさびをこっちのつゆに入れないで麺に乗っけたら、通の方の食べ方、の方の蕎麦どころ出身なので、ちなみにこちらは食品サンプルでございますのでご安心ください。コンプライアンス、はい、すいません。じゃあちょっとやってみます。はい、難しいね、難しいね、タイミング。失敗。なるほど。これ乗るんですか、これしっかり。うまくね、タイミングやよくやれば乗ると思う。乗るんだ。やってみる。あ、いいですか。うん。よいしょ。あ、こちら、こちらに、そこ、これ一人用、自分一人用ね。これ、もう中さんが回すんじゃなくて、うん、自分で自分なんですか。ワンプレイで、ワンプレイ、もう中さんが回せばいいんじゃないですか。うです、違うんですか。どうなん、どうなんですか。回った方がいいね。ワンプレイですか。では、はい、行きましょう。しゃあ、薬味のせチャレンジ、お蕎麦と薬味は食品サンプルでございますのでご安心ください。よし、それでは、薬味のせチャレンジお願いします。おっ、緊張するね。わっ、あああああ、そんなことある。最高馬ですか。最高馬だ、これ、ね、これどういうことですか、もうちょっと。これは、はい、TO タイムオーバー。タイムオーバー、そんな仕掛けになってるの、これ。タイムオーバーだから、早めに乗せないと、ね、勢いついておそばが飛んでっちゃうという。加速してんだ、これ。じゃあもう一回チャレンジしたい。もう一回ね。はい、もう一回早めに行こう。ではおそばチャレンジ成功させるぞ、マジで。薬味を乗せよう。薬味とおそばは食品サンプルなのでご安心ください。何回言うんですか。それではスタート。回るやつ、これどういう機械なの、これ。これも元々ラジコンでございます。ラジコンだよ、はい、ラジコンの上にも直で乗せたという。あ、それは悔しい。上地やってみなさいよ、じゃあ。わかりますよ、ちょっと。上地器用だからね。わー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 言ってないで。上地くん、じゃあちょっとこれちょっといっちゃいますよ。ス
ステップ2やってみる、はい、そのステップ2ネギとわさび、ネギとわさび同時同時のせい同時のせい、はい、いや1が誰もクリアしてないのでもそこはやっぱザキミヤの宮崎のやっぱ、うん、任せくださいよねえ、はい、上地結構こういうの何でもね成功するタイプの、うん、そうなんですよ、ね、ですからね、はい、そうですね、器用頼むよ、それでは、薬味のせいゲームそばと薬味は食品サンプルですのでご安心ください。ゲームスタート。ダメダメー、めっちゃ難しい、難しすぎる、めっちゃ難しい、ダメあ初めて出てきたホイッスル、どうしても持ってきたの今思い出しました、今思い出しました、はい、これやっぱ八木さんやってもらいますじゃん、確かに八木さんがやっぱり八木さんお願いいたします。これだからね、難しいのが簡単な分からへんの、初めてのゲームだから、そうですよね、見てるとちょっとこう、うん、でもなんかお蕎麦のよく見るとお蕎麦の上の方、うん、くぼみがちょっとあるところがちょちょあるんで、うん、そこにこうカチャンとはめる、こういうことだね、あそうですね、あ乗ることは乗るはずなんで、これいけるわ、あこれどっちでもいいんや、はい、あ、でもできればダブル乗せしてほしいです、難易度高い、オッケー、はい、それでは八木さんによる薬味乗せチャレンジ、そばと薬味は食品サンプルです、もういいねご安心くださいではお願いします。うわ、思ったより迫力ある、はい、めっちゃ迫力ある、そうなんです、スピードも結構速いですよ、迫力ある、さあどうだ、結果はダメ、これやったけどめっちゃ面白いこれなんかそこで見てるとき何やってんだろうって、はい、自分の前でぐるぐる回した迫力すごいです、視覚の3分の2ぐらいこれになるからすごい、はい、確かにすごいね、これを体験して乗るかダメか二択なんですね、うん、そうなんです、なんかその芸術点とかなんかそのなんか2ポイントとかそういうのも全くなく、もうダメ、ダメしか言ってくんないの、ダメしか、ただ松橋くんは、はい、ちょっとせっかくなんでレベルちょっと下げて、下げて、この本当ジュニア部門の、いいですか、お蕎麦をこの上に乗せればいいっていうなるほど、それだいぶジュニアね、これはいけるかも、お蕎麦をこの台の上に乗せられるか、はい、それでは挑戦お願いします。ある？失敗。そんなことある？乗せるだけなのに。このタイミングで切れてしまう。いやこれ俺の落ち度じゃないじゃないですか。でも松中さんの電池、うん、電池の落ち度じゃないですか。でもこんな奇跡起きたじゃん。こんなことある？切れます。このタイミングで僕あの。でもうスタッフさんは電池ありますかって言えない四角いタイプのやつ昔のあんま受けないやつ昔の何のリモコンなん、もともとなぜならこれはもういつもそのリサイクルショップで買うから、そうリサイクル、昔の電池の昔の電池昔のラジコンの四角い電池、松橋君動かなくなっちゃったのでダメー、うわー悔しい、成功して終わりたかったのに、そうだね、ちょっとまた復活したら、そうですね、またやりましょう、すいません、どういうこと、何かが何かが何かが蓋が領収書のやつこんなこといろいろと考えてるよね、もう中ゲーム、はい、でもこれがやっぱ何回もやってきたってのが分かりますね、電池がなくなるとやってきて、ね、歴史歴史、俺も結構ゲーム考えてたけどね、そうですよね、ゲームとかどうしたんですか、ちょっと山のわさび、こんなちっちゃいからわさび、すみがコロコロ、ありがとう、なんかやってみる、じゃあゲーム時間まだあるもんね、まだまだ、もうちょっとあります、はい、今度何ですか、時期ですか、電池の蓋が、あった電池の蓋、電池の蓋、はい、あそっちの電池の蓋ありました、電池ダブルで必要なんですねこっちも必要だし、あっちも単一が2本っていう、ありがとうございます、手軽なやついく、わありますか、お願いします、うん、ほんならね、じゃあ行きましょう、
あるキャラクターになってしりとりをしていくっていうやついきましょうか。わ、はい、行きましょう。小柳さんのゲームですか、うん、うわ、まずはおかんしりとり。じゃあね、今からおかんになってしりとりをしていって、はい、運であったりおかんが言わなさそうなことを言ってしまったアウトってことです。これマジで面白そう。これじゃあね、僕じゃあ仕切りなんでそこで4人で回してもらうことにしましょうか。はい、上地、はい、からもう中まで行ったら戻っていく。はい、じゃあまずは上地からいきましょう。おかんしりとり、今日は、au ペイマーケットのとでいきましょう。おかんしりとりと、トマトいっぱいもらったからおすそ分けです。うわ、うまい。おすそ分けです。わ、お隣さんに。はいはいはい、すごいじゃん、たけちゃん、ほんとに2、20分だけよ、ゲームは。輪投げやるときは右手でしょ、左手で投げたらあんた利き手じゃないから飛ばないでしょ。しょ、面白い。よーよー、はいはい、終わってきた。よー、早く早く早く、余計なお世話です。うわ、うまい。余計なお世話です。すすすすごいじゃん、たけちゃん。ここまではね、ここからたけちゃん自転車乗れたの。のはいはい、の野沢菜も食べなさい。あ、残したんだ、お漬物食べなさい。いいいいいい、はいはい、石の裏ばっかりひっくり返してダンゴムシを起こすんじゃないの。ノー、ここでキャラ変えます。ノー、ノー、ヤンキーでいきましょう。ノー、ヤンキーのノー、ノー、ヤンキーのノー、ノーですよ。ヤンキーが言いそうなこと、また運ついてもダメです。ノー、はい、ノーパン、ノリ悪いの。おー、いいね。ノー返し、ノー、ノー返し、ノー、ノー、ノーバディーノーズ聞いた。ヤンキーだ。はい、はい、はい、た、叩いたら叩くぞ。パーパーパー、ゾノ花神社こと花園神社行ってわたあめギュッとしてギュッとしようぜ、全部全部綿あめ、大きいからギュッとギュッとしてこんぐらいにしようぜ。ぜー、オッケー、赤い、オッケー、ぜぜぜ、はい、ぜ、パンパン、言います、これ全員まとめてボコボコ。うわー、いいね、いいな。うわー、やってやんよ。おー、よー、パンパン、4人まとめてかかってこい。いい、いい、パンパン、石ころをひっくり返してダンゴムシ起こしたのかい。起こしたのかい。いやいや、おかんと一緒ですよ。おかんと一緒じゃない。ここでキャラ変更。いい、なんだろう、いいね。学校の先生です。学校の先生、一番むずいわ。いいですよ、学校の先生、怖い先生も優しい先生もいる、学校の先生、いいの。いい、行きましょう。いい、頑張れ、コミチート。今、静かになるまで3分が経ちました。うわ、うまい、いい、冷静な先生だ。た、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 タヌキをみんなで見に行きましょう。はい、そんな場面無理よ。牛の、牛タンはおやつに入りません。アウト。ここでアウト。
ちょっと待ってよ、ここでアウト出た。それ厳しいですね。厳しいじゃないですか。まだもうちょっと結構耳言ってましたさ。いや僕はドリブルしてたのに繋げてたんで。なかなかこれ面白かった。いや面白い、めっちゃ面白い、すごい。ちょっともう一個ぐらい行くじゃん。やりたいです、めっちゃやりたい。じゃあ次、あのうどん屋さんゲームってあるんですよ。はい、だからのれんをくぐって、まあ、昔のうどん屋さんね、あのチェーン店のうどん屋さんって昔から古くやってるようなうどん屋さんで、うどん屋さんのれんくぐって、はい、こう一工程ずつ言ってうどんを食べてしまった人のアウト。だからのれんをくぐるとか言って、なるほど、リレーで注文するとか、はいはいで箸を割るみたいな、うどんを食べてしまった人がアウト。うわー、面白そう。まあ普通からフーフーまで持ってかれたらもうこうアウトかなみたいな、はい、なるほど。じゃあのれんをくぐるからいきましょう、はい、うどん屋さんゲーム食べてしまった負けです。じゃあ上地くんがいきましょう、うどん屋さんゲーム、まずは のれんをくぐるからいきましょうか、はい、僕はのれんくぐる、はい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 、いきましょう、うどん屋さんゲーム、はい、スタート、はい、のれんをくぐる、はい、はい、食券を買う、はいはい、おばちゃんに食券を渡す、はいはい、おばちゃん笑う、はいはい、僕も笑う、はいはいはい、席を探す、はいはい、席に座る、はいはいはい、お尻痛くならないようにお座布を改めてパンパンして座る、はいはいはい、壁のメニュー表を見る、はいはい、水を取りに行く、はいはい、あの今季節で美味しいやつ何ですかって聞く、はいはい、おばちゃん笑う、答えろよ、おばちゃん答える、はいはい、うどんでき取りに行く、おいやばいやばい、七味をちょっとかける、お近づいた、はいはい、その七味のこうなんか浮遊する動き、なんかあー赤いのとあの黄色いのがなんかふわふわ泳いでらーって思う、はいはい、追加でおにぎり注文しに行く、はいはいはい、はい、帰りのなんかその細道でつまずく、はいはい、受け身取りながらも舞茸店上がったよっていう声が聞こえてくる、はい、攻めろ攻めろ、舞茸店もくださいって頼む、はいはい、待ってる間にお箸持ち上げる、はいはい、はい、でもビタミン不足で手が震えてなかなか持っていけない、あ、来た、はいはい、でも、頑張って、振り絞った力で麺を持ち上げる、はいはい、その麺がこうあのすだれに見えてあの思わずくぐっちゃいそうになるんだけど、そんなことしたらあのダメだからくぐらずにそのすだれっぷりを見る、アウト、ダメなんですか、ダメです、プリを見るってダメです、もうダメです、それは進んでません、これは、まあ、これはあくまでもでも振りです、振り、はい、これはじゃあルミネみんな出てますね、はいはい、ルミネにエレベーターあの防災、JR、はい、JR の改札出たとこから、はい、ルミネのエレベーター上がって、7階の香港さんがいてて挨拶してしまったらアウトです。だから香港さんがもう出番入られてて目の前に来たらもうこの挨拶しないとダメなんで、そうですね、もう手前で香港さんが通ったみたいな感じに行ったらもう追い込まれるから、なるべくみんな追い込んでいって最後、はい、おはようございますっておはようございますって言ったらアウト。なるほど、うわうわ、これはドキドキ、まあ新宿にあるねルミネ、大体、はい、あの JR のところからね、はいはいはい、改札出てパスもらって、パスもらって、らってでエレベーター上がって、だだあの香港さんどこの学園に乗れるか分かりません、ね、はい、じゃあ行きましょう、ルミネで香港さんに挨拶をしてしまったらアウトですよ。じゃあ、改札を出たとこ行きましょう、改札を出た、はいはい、はいはい、防災センターへ向かう、はいはい、はいはい、パスカードもらう、はいはい、上に7階に上がるのでボタンを押すんですけど、左だけ押しても左のエレベーターしか動いてないので左も右も両方押す、はいはい、
そうしたらなんか周りに他のお店の人とかがいっぱいザーッと来てにぎわいのエレベーター前になる。はいはい、両方のエレベーター B1 でずっと止まってる。長いな、こう上のモニターで、ルミネの方の社員の人に向けた、コットンの部位を見る。はいはい、でエレベーターに乗って、2階から、グランジのダイさんが入ってくる。2階から入るやつおるからね、あれ。グランジのダイさんに、今日何ですかと聞いて、あ、俺も出番だよって言ってあ、今日出番一緒嬉しいですわという、はいはい、3階で止まって、無印の女性店員さん乗ってくる。あ、来たよ、3階まで。あ、3階まで来たよ、7階に着く。はいはい、エレベーターホールのこっち側で、いつも、コットンがネタ合わせしてる。はいはい、はい、その後ろ姿を横目に見ながら楽屋に入る。はいはい、はい、楽屋入ってまず右手に行って、武漢さんとかに挨拶行く。はいはいはい、はい、奥の方か、奥の方にいる直帰 GT5000 に挨拶する。はいはい、あ、違うわ、このすぐまず入り口のところ、この VIP 楽屋に、VIP 楽屋、楽屋にまずカウス師匠がいるので、そこに挨拶行く。あ、そう、あ、はいはい、その後、その隣の神棚に今日もお笑いやらせてくださってありがとうございますという。はいはい、はい、奥の若手の方向かおうとしたら、モニターを見てる香港さん発見。はいはい、はい、おはようございます。いやー、危ねー。だいたい今ので、ルミネっていうのがどういうもんか分かったと思います。皆さん分かったと思います。知らない人ももう、わー、はい、これはということでやってきましたけどもですよ、はい、ちょっとね、今日ね、もう紹介しないとダメですから、はい、ここで、もう一度お買い物情報をさらいたいと思います。はい、最大で 52% オフのタイムセールを実施しております。このタイムセールは本日限りとなっておりますので、お早めにお求めください。そして吉本市場、プロンプレゼントキャンペーン、さらに、ご紹介の商品をご購入いただいた中から抽選で出演者のオリジナルエプロンプレゼントを実施します。プレゼントの応募法はカートから本日ご紹介の商品購入に進む、購入内容の確認変更からその他要望を開く、キーワード一流度を入力、購入を完了で応募完了です。応募期間は10月7日までですのでご注意ください。お買い物情報が、以上となっております。で、本日紹介した商品を振り返りたいと思います。最初は一流堂黒豚肉入り餃子100個、こちら、商品の値段は4980円のところ約 52% オフの2380円送料無料となっております。続きまして、はい、一流堂エビ餃子100個、こちら商品の値段は7960円のところ 50% オフの3980円送料無料です。美味しかったけども、はい、続きまして一流堂しそ餃子100個、こちらの商品の値段は5960円のところ50%オフの2980円送料無料です。はい、最後は一流堂スタミナ餃子100個、こちらの商品の値段は4908円のところ、約 52% オフの2380円送料無料となっております。以上の4商品です。本日ご紹介したいた餃子は大好評につき発送にお時間いただいております。商品詳細ページすぐのところに、お届け予定日が記載されているので、ぜひ楽しみにしてお待ちください。はい、ということで、こちらですね、もうエンディングなんですけど、この本日のライブはですね、ライブ TV アーカイブとして1ヶ月は見ることができます。うん、再度商品を確認したい部分がある方はぜひアーカイブで何度でもご覧ください。なお、ライブ TV の配信予定一覧やこの番組の番組詳細ページから通知予約が可能です。通知、登録すると番組開始直前になりましたらプッシュ通知が届きますので、ぜひ通知予約してみてくださいということで、
はい、やってきましたけどもね、美味しかったね、今日ね。美味しかったですよ。意外となんか、あんまりまだお腹いっぱい。あ、そうですね、本当に。なんかこう、ぐったり行くかなと、意外となんかいけてるのよ。本当スタミナついて、パワーがついたって感じで。そうやね。はい、元気が出ました。9208人見てます。すごい。9000人。ニラとネギやってましたけど。やってくれてたんだ。9000人の方が。アリーナ急だね、じゃあ、アリーナだね。嬉しい。いや、これでもほんまにあのマジで僕はおすすめして、今日の餃子。ああ餃子美味しい。餃子パーティーがいい。いや、もう餃子ホットプレートでみんなで。せっかく、絶対2袋ぐらい買っちゃいますね。2袋でやってみんなでね。ほんで今日やったあのゲームね。はい、あのもう中のあのゲームとか、僕のやってたゲームとかみんなで。そうですね。焼きそばってどこでも正直盛り上がりますからね。もう自分の学校とかでやったら楽しいですよね。ルミネで楽しかったですけど。ただ、おもんないやつとかおって全然おもんないかもしれない。でもやっぱあのだんだんこう香港さんに近づいていくのがやっぱドキドキしますね。ちょっともう見えてんすよね、香港さん。そうそうそう、見えてる。みんな見てる景色がもうルミネやったもんね。はい、ということで、そろそろね、お時間ということで、本日、ご紹介、ご視聴いただきありがとうございました。吉本市場ためになったね、あ、ためになったね。餃子スペシャルライブ TV 大感謝祭は以上となります。こっからですね、再度総合 MC の小牧さんにバトンタッチしたいと思います。小牧さん聞こえますか？はい、皆さんお疲れ様でした。どこだ、どこだ。皆さんとっても美味しそうに餃子を召し上がる姿が印象的で、私たちもお腹が空きますし、見ててくれたんだ。もう面白くて笑いっぱなしのお時間でした、ね、ありがとうございました。ネギとニラやりました。ネギとニラ、はい、ネギとニラゲームやりました。ネギとニラ、ネギニラって聞こえてきました。やったー。私も今度混ぜてください。ノバリーノーズが、ヤンキーが言いそうな、ヤンキーが言いそう。あれは素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、流してるじゃないですか、ちょっと切られた、中継切られた。こんな無効主導のことありますか。絡みたくない時はパツンって切るって。香港さん挨拶しました？香港さんに挨拶しました？ちゃんと。ちょっとしてないかもしれないです。あらー、はい、そりゃそうでしょ。打ち合わせとかいろいろあったんだからね。事前にあのお部屋伺ったんですけれども、あのいらっしゃらなくてすいません。今日はいないですよ。お部屋伺ったんですよ。いやー、素敵な乗り具合。さすがですね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、ここからは冒頭にも行いました吉本芸人さんとのミニコラボコーナーへと参りたいと思います。そしてこの後ですね、第2部に出演するウェザーニュースキャスター山岸愛理キャスターも参加します。よろしくお願いします。山岸愛理と申します。よろしくお願いします。山岸さん、ギッシャーって呼ばれてるんですよ。もうあだ名をつけていただきありがとうございます。もう中さんに。はい、そして今回やっていく企画なんですが、今回も吉本さんからの持ち込み企画があるとお聞きしております。はい、こちらですね、もう中をそちらに行かせたいと思います。もう中が、はい、行ってくれますよ、そちらに。はい、はい、行かせていただきたい。もう中さん、はい、お待ちしております。はい、お願いします。了解しました。お水持って。ここにいらっしゃるんですね。ちょっとワクワク、どうしましょう。あの想像の、あの倍ぐらい背でかいですから。でかいですよ。スタイルいいですから。初めましてなので。え、僕も。あ、じゃあせっかくだから。一人じゃいけないんだから、もう。賑やかな。わー、現場から来てくださいます。いけー。あ、かしこまりました。11時まで。よろしくお願いします。本当だ、ここだったよ。来たよ、本当だ、ここだ。よろしくお願いします。こんにちは。一人じゃこれなかったみたいな。ちょっとやっぱ2-2で、すいません、2-2で、すいません。なんかこのままなんか一応ね、ゲームやるとか何かお出し物やるっていう予定だったけど、このままなんかのほほんとして読みして、のほほんはもうお送りしないですね。なんか
じゃあこれは捨てて捨てて進めなきゃ、ね、はい、ということで今回やっていただく企画はどんなものになるんでしょうか、はいはい、俺払っとくよ選手権、なんかよくご飯とかがあって、はい、ちょっとで伝票とかをなんかこう俺払っとくよって言ってスッてこう伝票取ってはい、はい、もうお先にレジに行くみたいなのってかっこいいじゃないですか、うん、あそれをちょっとあの誰が一番上手か、一番上手かを見る、なるほど、そうゲーム、はー、俺払っとくよ選手権、それともしりとりにする、やっぱ見たい、やっぱ伝票のやつ見たいね、これ持ってきたでしょ、これ持ってきた、このこれお店でしか見たことないこれね、これ買いましたなのでいいです、ね、はい、俺払っとくよ選手権、やりましょうよ、やりましょう、ぜひぜひお願いします、ね、はい、お願いします、さあ、こちらチャレンジしていきたいと思います、はい、はい、じゃあ、僕今の説明でわからなかったの私だけ、見せていただけるってことですか、お手本見せてもらえるんですか、はい、お願いします、こうやってみんなで食べてて、はい、ねえ、いや本当に美味しかったね、ねえ、いやー、はー、こっちやる、ねえ、いい柄、いい柄だよね、いやいや俺払っとく怖い怖い怖いっす、急に渋い感じで行くんじゃないですねそんな顔近づけてこれをちょっと上手にやれるか、これを上手にやれんのかというゲームでございます、ね、わはい、結構それは女性の間でもあったりしますか、そういうやり取りは、うーん、そうですよね、結構お誕生日のお友達とかには、あ、わー、じゃあやったことはあるというか、ちょっと見てみたいね、人前でなかなかやらないので、なかなかやらないし、このシチュエーションだから自然にやれるかわかんないよ ね、 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 ね、西本カードというその代打の代打西本っていうカードもありますね、あるわけどね、まずは どっちだったらまずはどうしよう、ぎっしゃんからいきますよ、ぎっしゃん、え、自然にやった方が勝ちってことですか、そうだね、自然の方がいいです、じゃ自然に理由をつけて、じゃあ私は、あ、頑張って、いや見てみたい、かませかませ、いるでしょうか、ちょっと見させていただきます、ぎっしゃん、ぎっしゃん、いや今日美味しかったですね答え、ここから始めたらいいですか、ちょっと、いやいや、見すぎ見すぎ、ちょっとそんな審査、審査がすごいですよ、審査すごい、ちょっと審査すごすぎる、もうしっかり見逃しなんだ、怖い怖い、続けてちょっとね、今窓の外見たら今日関東地方ね、湿った空気の影響でかなり低い雲出てて、雨の降りやすい天気なんですよね、雨が降ってこの後強まる可能性もある、ちょっと外見てきていいですか、あ、ついに、あれ払っとくよ、うわー、やばい、さりげない、すごい、すごい、優勝、一回天気素晴らしい、お天気キャスターですので、スマートやね、このままで天気を入れるおいでに、すごい、本当だ、うまい、仕方も素晴らしかった、すごい、これは相当高い、92点、わー、高い、高い、ポイント高いです、かなりポイント高いです、92が出ました、さあでは、この後やりづらいですね、まだ先輩のこんな姿見させてもらってちょっと頑張ってやってみたいと思います、ゆいちゃんはウェザーニュースでは芝居キャラなんですよ、芝居キャラ、そうだね、見てくださいよ、女優キャラ、女優キャラ、そうですね、ウェザーニュースで芝居キャラいつもシーンとなっちゃうんです、それでは小牧さんお願いします、いけー、おいしい、おいしかったね、あー、いった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 、あらららら、どうしちゃったの、大丈夫かな、ちょっとお手洗い行ってくるね、あれすごい、
さなちょっと素晴らしい。心配しちゃいますけどね。さらっとお手洗いに行く。さらっと流れる音が、はい、ったね。てててててと言いながら。はい、でもこれ掴まれちゃわないか心配ない。これをね。小松さんの点数出ました。お、出ました。おそうだ、92点ということで、ドゥルー。あ、ドゥルー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 です。ドゥルー、リーブンです。嬉しいね、嬉しい。なのでここで王者西本によるディフェンディングチャンピオンになった。王者がここでチャンピオンだったんですね。よっしゃー、当たった、当たった。マジでかっこいいからね、西本は。いやー、楽しみですね。これが見れる俺はらっとくろ、ね、素敵な戦いを見せてくれたってご褒美としてやった。やだもっちゃんによる、ちょっとこの、はい、これぞ俺払っとく100点っていうのはこうやって出すんだよというのを、はい、最後にちょっとこのウイニング、はい、俺払っとくで2005年チャンピオン、2005年チャンピオン、あの年だいぶ前だ、あの年ちょっと夏がね涼しかった年でした、2005年は。よし、あの年にお見事の。いやよし、2005年で言うと我々高校2年生です。高校2年生の時に、よし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 。それでは2005年ディフェンディングチャンピオン、あの時99点を出した西本さんによるお二人へのご褒美、俺払っとくよ、これがプロの技だ、まあ見とけ、ご覧ください。あー、ちょっと飲みすぎたかもなよ。し、じゃあそろそろ、帰るかな。うん、ちょっといくらいくらの、いいんだよ。ちょ、あれ、あ、ここさ、俺の知り合いの店なのよ。伝票のデザイン変わった？ちょっと店長に聞いてくるわ、ついでに払っとくね。うわー、すごい。これだよ。これです、これよ、これこれなのよ。さすがでございました、はい、知り合いの店伝票のデザイン変な言葉がいっぱい出てきました。いや、気になったんでね、ちょっと伝票のデザインが気になったんで。さすがでございます、これなのですね、プロの技、勉強になります。使わせていただきます、はい、ぜひ、はい、プライベートで実践で使いますね、これ実践で使いましょう、使いましょう。今日の夜から明日から使えるね、スペシャル技でございました。というわけで、もう中のゲームコーナー以上です。はい、はい、もう中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんとまたどこかで共演できたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでライブ TV 大感謝祭第1部はこれにて終了です。この後11時30分からですね、はい、また第2部が始まりますので、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。アイリンさん、はい、意気込みはいかがですか？いや、これだけ賑やかな後に、うんうん、私の時間ほぼ一人なんですよ。もうね、心配なんですけど、はい、ま、皆さんのね、あったかくしてくださったこの空気を維持できるように頑張りますので、皆さんコメントください。よろしくお願いします。はい、まあ、コメントくださると、まあ、それでまた温まりますしね。そうなんです、助けてください、はい、うん、また何か商品も紹介される、うん、ということですよね。そうなんです、うん、美味しいものもいっぱい食べたり、あと結構体を動かす予定ですので、はい、楽しみにしていただければと思います。楽しみです、はい、結構前の番組では餃子の匂いがすごい美味しそうでしたね。ね、そうだね、ね、そういったところ皆さんもぜひ2部見どころとなっております。はい、はい、まだ尺あるでしょ、3分ぐらい、はい、ちょっとやっぱここで ヤンキーしりとりしてほしいよね。あ、ヤンキーしりとりみたいな、ね、さっきやったらこっちやってましたけど、ヤンキーしりとり、はい、ね、はい、あるキャラクターがあって2人でヤンキーになってしりとりしてもらうっていうね、はいはいはい、いいですか。まあ、だからさ、もうヤンキーが言いそうなことですよ。ヤンキーが言いそうなこと、いいですか、じゃあ小牧さんから、英雄
マーケットのとからいきましょう。ヤンキーしりとりと尖ってんじゃねえよ。おお、読み事尖ってんじゃねえよ。よよよよ、用事で刺してやるよ。怖っ、めっちゃ怖いこと言うやん。めっちゃ怖いこと言うやん。用事刺してやるよ。弱いした。よよよよ、救いに行くぜよ。ランパン、まだヨーヨー救いに行くんだね。ぜぜお祭りだぜ。ぜぜぜぜぜきたぜぜ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 ぇ、はい、やったー、うまい、こんなしりとりあるんですね。難しいですね。こうやってアドリブ力って鍛えていくんだね。本当ですね。研修に入れましょう、うん、勉強になりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、そして今回ですね、ライブ TV 大感謝祭では、石巻の木の屋さんとコラボした缶詰を皆さんに、商品としてお届けしたいと思います。ぜひこちらの方もですね、吉本市場さんと晴れのちショッピングチェックしてみてください。ありがとうございました。はい、ということで、ここまで第1部お送りしてまいりました。皆さん第2部でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ルーブルさん入り早ない？ちょっと早ない、ルーブルさん。ずっとこれ見てくるから。入り早いって、絶対ルーブルさん。いい、ルーブルさん入り早いって。もうさ、ありがとうございます。早すぎるよ、ルーブルさんも。あと4、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 あと